さあさすが日本ランキング第1位のチームという感じがしますね。さあ対する予選続いての試合はゴナ東京 VS ミスタの試合です。さあミスタはね変わらず本日もね3人でエントリーしているので左からモロゾ選手、笹笹選手、チョコ選手が出場します。対するゴナ東京が映るでしょうか。ありがとうございます。ゴナ東京も先ほどとね変わらずタカ選手、ゆかり選手、小林選手、失礼しました、翔太選手です。それでは参りましょう、波動ファイト。さあ本日は今のところね全ての試合にタンクプレイヤーシールドにね点数を振ってる選手がいる中で戦っています。さあ先制でシールドを張ってきたのはゴナ東京、重ねるようにミスタがシールドを張り、お互いのシールドが無効化した状態。さあそして、翔太選手がこれうまいですね、前に攻めております。こうなるとミスタはなかなか、ね、前に出ることができないので、ね、かなりポジション取りがうまかったですね。先制点を決めたのはゴナ東京。さあ隙間を狙ってくるが抑えましたね。さあシールドを、ね、あのように若干でも今ね前に張りすぎて若干ですがセンターラインを超えるに近い、そしてちょっとねコートの内側を向いていたので隙間を狙ってきました。さあそしてミスタが1点リードしている状態、ゴナ東京はシールドがねあと1枚残ってます。それを上手に使ってまず同点、残り10秒だ。さあここでチョコ選手も前に出る1枚、ライフが1枚同士がマッチアップ。さあここで決めてきたのはミスター、そしてさらに重ねて2対4でミスターの勝利です。さあ少しですね延長戦になるかななんても思ったんですが、最後にねまとめてミスターが2点決めてきました。まあね、この新バージョンになってからかなり、動きに制限がなくなって自由にね動き回れるようになったので、まあね、少しでもシールドをね貼る隙間があるとそれをね取りに行けてしまうというのがねこの新バージョンのかなり面白いところだと思います。さあここでね翔太選手も前に出てきます。こうなるとコミスタ側からしたらいやまあシールドを壊したいし翔太選手も前にいるから狙って下げていきたいしなんてねこうかなり戦いにくい苦しい状態、このシールドですね。ここで翔太選手が狙いに来たのを、まあ、真横を向いてチョコ選手が抑えていきました。そして1対1の同点。さあシールドの枚数ゴナ東京が残り2枚、そしてミスタが残り1枚。さあ若干ですがリプレイの映像ラグいですね。さあラスト10秒でこれちょっと延長戦になるんじゃないのって思いましたね。画面右側の選手両津選手がライフ1枚、ここで先制を決め逆サイドのアタッカーも点数を決めて2点差をつけてきました。さあ続いての試合見ていきましょう。レッドサイドアークエース VS ブルーサイドラレップ .ch の試合です。さあラレップ .ch 今回出場するメンバー奥からいきましょう。ズーマー選手、そして、中央綾野選手、そしてイスト選手の3人が出場します。そして対するアークエースの出場メンバー見ていきたいと思います。さあ画面、現在映っている右奥が、翔選手、センターが光輝選手、左手前が龍選手。それでは参りましょう、波動ファイト。さあ両チームともに、シールドプレイヤーがいる状態、若干ですが、アークエースのエナジーボールはアタッカーのエナジーボールはスピードが速くなってます。その代わり少しですが大きさが小さい。
ヤレップ .ch は同じようにスピードが速くて大きさが少し小さい人と、もう一人のアタッカーは若干ですが大きさが遅い代わりにエナジーボール、スピードが遅い代わりにエナジーボールの大きさが大きいという、ね、プレイヤーが混じっております。さあ今回もロースコアだ。0対0のまま40秒後半戦を切りました。なかなか先制点が決まらない。ガレップと CH はもうね、貼れるシールドが残ってない状態。対するアークエースはこれが最後の1枚。かなりね、攻めのポジションに張ってきました。粘れるか、ガレップと CH、避け切れるか。さあ、そしてエコーキ選手がライフ残り1枚。さあ、すごいぞ、0対0で間もなく残りが10秒だ。さあ、決めてきたアークエース。取れるか、ガレップ。さあ、ラー2枚出てきた選手を出てくる。サワイに出てきた選手を抑えて2対0。いやーすごいですね。ラスト10秒まで0対0ですよ。さあというわけでいい試合でしたね。リプレイ見ていきましょう。まあ、このポジションについて見ていくとね、このチームが今どんな戦いをしたいのかが割と見やすいと思います。前に出てると先ほども少し説明したんですが、距離が若干ね近くなります。つまりエナジーボールが打ってから届くまでのスピードが若干ですがね速くなります。例えば一番後ろから一番後ろの相手にエナジーボールを打って届くのが、例えばですけどじゃあ4秒とします。1,2,3,4で届くのが前に来ると1,2で届くみたいなイメージですかね。ただその代わり相手のエナジーボールも同じだけ早く届くので、かなりね避ける能力がないと難しいところなんですが、さあいいところでリプレイがねガガガッとなりましたが、まだ0対0安心してください。まだまだ残り15秒0対0なので。さあそして、アークエースがね最後のシールドを攻めのポジションですね、距離を詰めて使ってきました。しかしねラレップがね粘るんですよね。特に、ね、シールドが、ね、先になくなったのに失点を許さず、残り10秒ここで1人、そして、ね、点数を、ね、1点取らなきゃいけないと前に出てきた選手をアークエースが、まあ、抑えて迎え撃った形で2対0でアークエースの勝利と。いやー面白い試合ですね本当に。そうですね、前に出てきた人抜くのうまい。そうですね、かなり、ね、距離が近い。なおかつ、ね、前に出てくるということは避けなければならない、エナジーボール届くのが近くなるので避けなければならないと、ね、非常に速い動きをする相手を、まあ、抜くというのは、ね、非常にレベルが高いですね。さあ続いてミスター VS チャリオットの試合です。さあ参りましょう。波動ファイト。さあ今回ですね、チャリオットは先ほどの岸本選手に代わりまして矢那選手が出ている状態。お互いにシールドプレイヤーが1人ずついるんですが、2人ずつですね。かなり守りがチャリオットは強固になってます。硬くてもうねエナジーボールいっぱい当てないと壊れないよっていうシールドがなんと全部で10枚。つまりチャリオットにミスターのエナジーボールが届かない状態が非常に長く続く。しかし代わりにといってはあれですが、攻撃力が高いエナジーボールを出せるのがチームに1人しかいないので、ミスターは3人中2人が点数取れるパラメーターの中、チャリオットは1人で3人分点数取らなければならないというね形です。非常に競っています。これが、10枚使えるシールドのうち最後のシールド、これを使ってアタッカーは点数を取っていきたいが、取ってきた残り、2対2、ラストスパート。さあしかしここでアタッカーを決めてきた。これはでかいぞ。さあ試合終了まで3秒前。さあポッと決めたぞ。さあ残り時間本当にね1秒で同点に持ち越してきました。延長戦、先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチが始まります。それでは参りましょう。オーバータイムマッチスタートです。さあこうなるとミスターは攻撃力が高いプレイヤーが2人、対するチャリオットは1人しかいない。
ので、アタッカーにやはりね、ラッシュボールが集まるが、アタッカーもナイフ1枚で避けながら自分で取らなければならない。さあ決めてきた、4対3でミスタの勝利です。さあ、今回はチャリオットがシールドを5枚貼れるプレイヤーが2人。私が先ほどからそのアタッカーのことを攻撃力があるプレイヤーと言っているんですけれども、まあ、エナジーボール特に何でしょうね、この速いとライフをいっぱい取れるとかいうわけではありません。あくまで速さや大きさが変わってくるだけ。ただやはり速い球は避けにくい、大きい球はね、大きい球も避けにくいっていう形で点数を取りやすいので、まあ、攻撃力という言い方をしております。ミスタはそのね、一人が、まあ、守り守備力っていうんですかね、シールを、その代わり攻撃力、避けにくくて点数取りやすいパラメーターの選手が2人、対するチャリオットは1人で迎え撃たなければならない、3人分点数を取っていかなければならない。さあ、この最後の1枚ですね、じりじりとこう這い寄るように近づいて決めて帰ってくる。しかし、まあ、このようにオーバータイムになってしまうと、このね、アタッカーが1人という意味では非常に、ね、分が悪かったので、そしてね、狙う方も、まあ、アタッカーのライフが残り1枚ですし、球がね、かなりしっかり集まってます。これね、なかなか苦しかったと思います。このようにミスターが決めてきました。今回もいい試合が続いてますよ。さあ、続いてアークエース VS ゴナ東京の試合です。よろしくお願いいたします。さあ、ゴナ東京はこれが予選最後の試合ですね。対するアークエースは残り2試合残しております。4試合中、2試合しかアークエースはまだやってない状態で2試合とも勝っているという形です。さあ、今回は2ブロック制ですので、予選の1位と2位のチームが決勝に出場します。さあ、それでは参りましょう。レッドサイドアークエース VS ブルーサイドゴナ東京の試合です。波動ファイト。さあ、今回は、今回もシールド、まあ、守備力が非常に高いプレイヤーが1人ずつ、対するね、速かったり大きかったりして点数を取りやすい攻撃力の高いプレイヤーが2人ずつ、非常に、ね、バランスはかなり、ね、似た形になってます。アークエースはスピードが一番マックスの値である5まで振ってます。アタッカーのスピードがマックス、その代わり大きさが、2とね、かなり小さめ。さあ、なんと先制点を決めてきたのはゴナ東京。さあ、この、ね、流れに乗ってさらに点数を重ねていきたいところですが、アークエースは非常に冷静です。さあ、前に、ね、攻めながら、やはり、ね、翔太選手が今回もセンターライン陣取りながら、おっと、さあ、ね、センターライン同士で、さあ、ここで、ね、抑えてきました。残り20秒で0対2、アークエースは残り2枚のシールド残っておりますが、さあ、残り時間迫ってまいりました。さあ、ここで1点やはり決めてくるか、最後のシールドもう1枚、さあ、これで追いつけるか、粘れるか、ゴナ東京避けきれるか。さあ、決めてきたアークエース、ラスト1枚。さあ、ここから延長戦、時間無制限で先に1点取った方が勝利のオーバータイムマッチ。さあ、ライフが少ない選手が残ってるシールドの後ろに、ね、入ってきました。さあ、お互いライフ1枚の選手をシールドの後ろに入れて守る形。さあ、そしてアークエースがセンターラインに攻めてくる。さあ、決めてきた岩野翔太選手、素晴らしいですね。2対3でゴナ東京の勝利です。さあ、シールドの隙間ですかね、今のは隙間をね、狙える場所だとは私気づかなかったですね。さあ、ゴナ東京ここで意地を見せました。さあ、特にこれはね、延長戦最後の延長戦に注目ですね。まずゴナ東京がね、やはりそのシールドを張った
そしてその後ろにアタッカーの選手が入る、外にいるもう一人の、ね、シールドがないアタッカーがこのように前のラインを、ね、かなり取って、ね、そこにかじりつくっていうんですかね、入れるっていうのが、ね、非常に大きいですね。さあそして、シールドの外に出ているアークエスの翔選手が1枚を、同じ、ね、ライフ1枚の翔太選手が抜いてくると。しかし、ね、シールドの後ろからタカ選手もかなり、ね、翔選手を狙っていたので、しっかり先制点を取る。さあここで、ね、残り10秒でライフが1枚の選手が1人ずついるのをさ抜いて、そして延長戦。さあちょっとこれ翔太選手に注目ですね。ここからカメラのアングルがかかってブルーサイドが一番右奥にいるのが翔太選手です。さあこの、ね、シールドの後ろに隠れて安心している中、翔太選手、リプレイ、うわー、すいません、今日一番大きい声出してしまいました。いやー、そして視聴者の皆さん大変申し訳ありません。しかしリプレイではなくアーカイブは残りますので、そちらで一度ご確認ください。この後の休憩時間もう一度リプレイ流せないですよね。さあ、うわー、申し訳ございませんちょっとね、配信環境のね、まあ、今公式の方からねコメントもあったんですけどね、若干のね配信環境の状態によりね、リプレイが特にカッカカッカしてしまい、一番ちょっとねもうドキドキしながら、もうなんでしょうね、よだれ垂らしながら待ってたんですよ、私は。あの最後翔太選手が決める瞬間を。でもそれは皆さんも一緒だと思います。この試合ね、休憩になったら即アーカイブで見返しましょう。さあ続いての試合参ります。ラレップドット CH バーサスチャリオットの試合です。さあラレップドット CH がここが予選最後の試合、そしてチャリオットも最後の試合、現在、第1ブロック予選第1位がアークエース4し、アークエースが、これは、対戦表が間違えてませんかね、確認お願いいたします。あ、私の方のちょっとパソコンのネットの調子も悪いので。さあそして、第2位がミスター4試合中3勝というわけで、決勝進出はアークエースとミスターで確定をしております。さあラレップドット CH からは、この大会で、ね、初出場ですね、ヨネ選手が入ってまいりました。さあそれでは参りましょう、波動ファイト。さあ今回はね、少し、ね、普段と変わったパラメーターなので注目しながら見ていきましょう。さあブルーサイド、チャリオットに注目してください。今回はシールドのプレイヤーを一人も作らず、全員が攻撃的、まあ、攻撃力のあるエナジーボールの速さや大きさに振った選手がいる状態。対するラレップドット CH はシールドのプレイヤーが1人、そして点数を取れるアタッカーのプレイヤーが2人。まあね、単純に、ね、点数を取れる人数でいったらチャリオットが多いんですが、このシールドをうまく使うことによってアタッカーの力が1よりも どんどん高く何倍にも、ね、なっていくという形ですね。さあここでシールドすべて使い切って、3対2、ラレップドット CH が1点リード。さあここでおっとレフト選手が、ね、滑り込むように前に出て KO を取ってくるが取り返す。さあいい勝負ですよ。さあ残り時間が15秒、1点差。さあこの、ね、アタッカーが3人いる利点を生かしてチャリオットラスト10秒で1点、まずは追いついていけるか。さあ取り返して4対4。さあ残り5秒。さあ岸本選手が残り1枚、若干に集まりますが、ここで延長戦、時間無制限で先に1点取った方が勝利のオーバータイムマッチが始まります。さあそしてライブドット CH のズーマー選手も残り1枚です。さあ自分のシールドを張りながらポジションで前に取っていく。さあお互いの余計力すごい、しかし決めてきた。4対5でチャリオットの勝利です。若干ですがね、下を向い
で向き上がったところにエナジーボールがね飛んできたという形でしょうか。さあというわけで、さあ全ての予選の試合が完了いたしました。現在リプレイが流れております。シールドプレイヤーが1人もいない、まあ、フルアタッカーは今回の試合では今回が初めてですかね。さあシールドの利点を生かしてまずはラレプドと CH がリードを取ってるんですが、まあ、アタッカー攻撃力を生かしてじわじわと追いついていく形。さあ残り30秒で1点差。さあここでね隼人選手が前に出るんですが出返してこれを決めてくるレフト選手。しかしね後ろに下がって戻るところチャリオットが決め返し残り15秒で1点差。さあここで、ライフ1枚だった、ズマ選手を抜き同点5秒前。そしてこのまま延長戦と。チャリオットは岸本選手、そして、ズーマーはラレップ、失礼しました、ラレップと CH はズーマー選手が1枚ずつという形ですね。さあチャリオットがお互いにセンターラインにシールドを張ってまずは圧をかけていく。そしてここでズーマー選手がナイフをね下を向きながら避けて上がったところに同じボールが来ていたという形です。さあというわけで第1ブロック予選すべての試合が終了いたしました。対戦表を見てみましょう。こちらです。さあ現在対戦表、なぜかね毎回この放送で流そうと思うとゼロ何も書いてない対戦表がね毎回出てしまうんですよ。さあそれではね、まあ、私が口頭でまず発表しちゃいましょう。第1ブロック決勝進出チームは1位アークエース、2位ミスタとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。さあこのような形となりました。さあ予選1位通過2位通過はどちらもね4試合中、4試合中3試合とかね決勝となりました。この後ですね、第2ブロックが始まります。10分の休憩のタイムはもうスタートしてますかね。なので8分ほどですかね、ちょうど14時10分頃から第2ブロックを行う予定です。今しばらく皆さんお待ちください。はい、皆さん今の休憩中に先ほどのリプレイアーカイブで見直しましょう。今ねこの辺で運営の人が非常にうなだれながらごめんなさいってやってます。さあというわけで私もちょっと一旦ここでね席離れたいと思います。皆様第2ブロックでお会いしましょう。
というわけで現在まだ休憩中でおりますが解説席こちら移していきたいと思います。ここから第2ブロックはですねラレップドと CH のイスト選手をお呼びしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介とかラレップドと CH リーダーのイストです。はい、今日は解説席に、来させていただきましたので頑張ってマスターズカップをね開始していきたいなと思います。よろしくお願いします。とても頼りにしてます。はい、その試合が始まる前に、はいはいはい、ちょっとだけ広告というか広告ちょっとご紹介させていただきたいものがございまして、はいはいはい、何でしょう。本日ここに、ね、胸に貼らせていただいてるんですけど、はい、ちょっと触れさせていただきました。はい、ちょっと珍しくラレップにスポンサードしてくださる方が、はい、4名ほど来てくださいまして、はい、よく考えましたかスポンサーの皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやでその中の、人方なんですけどニコバインミはいはい、こういうすごい準備してるじゃないですかちゃんと用意してうちの広告の人はこれ来なさい。なるほどなるほど。ニコバインミヘルシーな、はいはい、サンドイッチを、はい、提供しているヘルシーな野菜多めのサンドイッチを提供しているお店エビとアボカドのバインミー。ああ美味しい。まあ、普通にがっつり食べたい方は牛焼肉のバインミーなんてものもございまして。バインミーってサンドイッチってことですか。そうですね、長めのパンに野菜とかお肉、エビ、うん、美味しいものをいっぱい挟みましたよっていうっていうのがバインミーですね。で知らなかった。でこちらのバインミー、ニコバインミーさん、はい、東京都中央区日本橋に、はいはいはい、お店がございますので、はい、ぜひこの配信見てる方、ヘルシーな、ね、お食事したいなと思って女性の方お昼に困ったなっていう、そこら辺日本橋あたりに住んでる方、ぜひニコバインミーさんに、足をお運びください。とても美味しいサンドイッチが待っております。はい、ちょっと後半選挙の演説みたいなでもすごい、でも、はい、スポンサーがついたんですもんね。とても嬉しいですね。はい、しかもかなりヘルシーだから波動やってるね、はい、プレイヤーさんとかが あそうですね、ね、例えば波動前にがっつりしたの食べるの結構練習前とかっていう時にぜひおすすめです。よろしくお願いします。うまくまとめてくださってありがとうございますいや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 、広告苦手かもしれないですねでも、はい、誠意が伝わりましたね非常に、はい、とても美味しいんでね、はい、ぜひ食べに行ってみてください。はい、まあ、はい、政治家って誠意が大事ですからね。そうですね、はい、器用さだけ打っていきたいと思います。さあというわけで第2ブロック現在ね間もなく始まりますので第2ブロックの、はい、対戦表を見ていきましょう。はい、第2ブロック、はい、和心、わちゃわちゃピーポー、オーディナル、そしてユニコーンというわけで、ユニコーンですね。さあね、まあ、今日ね、はい、結構初見さんが多いのでご説明させていただくと、はい、和心が昨年のワールドカップ優勝チーム、はい、そうですね、そしてわちゃわちゃピーポーはその前の年のワールドカップ優勝チーム、はい、でオーディナルがもう最近ぐんぐん伸ばしてきてる若手の新生のチーム、そしてユニコーンが本日マスターズカップ初出場でございます。いや本当に強い強いですね。強い、どこのチームも強い。まあ、特にユニコーンはもともと波動歴がある各々の選手が集まってできたチームで、ここまで出た大会すべて優勝して上がってきて、昨日のアドバンスカップでも優勝しているので、ちょっと今日は大波乱の予感ですよね。いやこれ B ブロック荒れますよ。荒れますよね。どこ上がってもおかしくないですからね。これは本当にもうとってもね楽しみですね。さあそれでは出場メンバー見ていきましょう。フィールドにカメラ映るでしょうか。こちらがすごい可愛らしいんですよね、ユニフォームが。いやなんかカラフルですよね。カラフルで、画面奥から行きましょう。ライト選手が、はい、もともとラレプドと CH で活動されてた、はい、うちのエースをちょっと引き抜かれてしまいましていやでも、まあ、ユニコーンでより強くなってるんで。そうですよね。 そして中地選手、響選手です、はい、それでは試合見ていきましょう大波乱が予想される第2ブロックです。波動ファイト。おっと、やはり和心、上沢選手がシールを使うときは針1枚で貼るの早いですよね。そうですね、先に貼っても先行逃げ切りっていう、うんうんうん、さっき言わなかったですけど和心の一応源さんっていう。あ、そうですね、そうですね、今回から、和心に源選手が加入しました。源選手もね、もう毎回いろんなチームに、ね、所属して、グランドスラム行ってね、はい、こうチームに勝ち星を上げていくようなプレイヤーが入っているので、いやもう本当に
見逃せないですね。この2チームはどっちもスキルフルなチームなんで、はいはいはい、あのこの技の攻防といいますか、うんうんうん、シールド1つ取っても今のうまいなよく球の軌道を読んで ね、 そうですね、しっかりやっぱり点取ってきますね、真心も。そうですね、あんな形で避けれるんですね。新バージョンになってから動きの幅がぐんと広がったんで、回転避け増えましたよね。そうですよね。さあここでユニコーンが2点リード、残り15秒。うわぁ、4枚抜き、とんでもないですねさあ取っていけるか、5秒前。試合数が少ないので点差縮めて、ライト選手が終わってからもう1ジャンプしましたねさあというわけで今回の試合はユニコーンの勝利でした。点数は全て一人のプレイヤーが取ってたようですね。響さんですね、響さんが、ゆき選手が取っておりました。さあリプレイ見ながらちょっと解説お願いします。あれですね、試合全体を通してユニコーンがうまいことゲームメイクして、はい、しっかり点を先行逃げ切り1点取れたんですけど、心は、はいはいはい、その後ちょっとあまり点が伸びなかったかなっていう。なるほど、そこが結構試合展開に影響してきたと、はい、そうですね。で、和心がやはり最初にこのシールド2枚貼った後、はい、こっから残すんですよね、シールド。そうですね、まあ、割と何ていうんですか、一般的な、うんうんうん、定型な作戦っていうんですか。なるほど。さあこの次ですかね、レッドサイド画面中央の中地選手、あ、この後でした、失礼しました、うん、まあ、カメラがね、これですね、ここで貼れなかったの、なんだこの決定、うまい、これはうまい、もうまるで社交ダンスを踊ってるかのような、うん、避け方でしたね。でここで、はい、まあね、1点差でだったのがちょっと後半で、ね、2点差なんですが、和心はやっぱシールド残してあったっていうのもね、一個、うん、いいですよね。でもあれですね、やはりシールド、和心側のシールドがない響選手が、うんうんうん、しっかりとエイム合わせて点取っているんで。なるほど、うまかったですね。そしてね、点数5点中5点を響選手が一人で取ったと。いやー、すごいユニコーンの強さが伺える試合でした ね今のは。響選手はもともと結構シールドを使うプレイヤーだったじゃないですか、はいはいはい、そうですね、これまでの。それがこう、はい、アタッカーになった時にこのマスターズで5点取っていけるポテンシャルがあったっていうユニコーンちょっと底知れないですね。そうです、ノーアルタカは爪を隠す的な。あー、なるほど、隠してたわけですね、満を持して。さあそして今ね、オーディナルの王のポーズ取ってくださいました、鍋選手ですね。あのポーズ可愛いですよね。あれいいですよね。ラレップ .ch も何かポーズあるんですか。一応あるはあるんですけど、はいはいはい、めちゃめちゃダサいんでとんでもなくダサいんで、あんまりやらないんですよね。後で見せてください。後で、はい、時間があれば時間があれば。さあ今回オーディナルからは、ナベ選手、ウィー選手、コディ選手が出場となります。さあ対するワチャワチャピーポーが今回マスターズカップ2回目ですかね、今シーズンは。そうですね、はい、前回と今回 で、はい、で今回は、ディース選手、部長選手、ライム選手が出場します。それでは参りましょう、波動ファイト。さあ今回はね、ちょっと面白いパラメーターですよ、見ていきましょう。オーディナルに、ね、注目です。オーディナルがね、フルアタックですねのマスターズカップで2回目のフルアタッカーです、オーディナルが。あ、そうですね。いや、フルアタできるチームっていうのはやっぱりスキルがないと、うんうんうん、今の環境厳しいんで。そうですよね、それだけ自信があるっていう。うわー、うまいな、やはり。でオーディナル負けてませんね。そうですね、割とワチャワチャピーポーは、はい、なんていうんですかね、古典的な戦略というか、うん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 、ずっと変わらないスタイルを貫いている。そうですね、それで強いっていうチームなんで、うんうんうん、割と作戦打つ、相手として作戦取りやすいんですけども、うんうん、そのスキルが高いんで、うんうんうん、やっぱしっかり点取る、避けるっていうのがしっかりしてるんで、そこをどう攻略していくかっていう。そうですよね、このそれに対して2点差でまず縮持ってるオーディナルのやっぱ底力がすごいですよね。しかもワチャワチャピーポー羽が少ないんで、巻き返すこと可能だと思うんですけど、あーっとー、
4点差は厳しいか。いやここでやっぱ、ね、マスターチョピポーの凄さが出てきましたね、はい、さあしかし、うん、まず1点取っていけるか。さあここで試合終了、5対3でわちゃわちゃピーポーの勝利です。いやオーディナルとしてはここ2点で抑えられたのは今後の試合的にはいいんじゃないですかね。そうですよね、特に、第2ブロックは試合が3試合しかないので、はい、得失点差三つどもえが多いか四つどもえがあるかもしれない四つどもえがある可能性が、はい、確かにわちゃわちゃピーポーさんはその自分の得意なプレイスタイルに必ず持ってきますよね、はい、どんな試合でも。そうですね、そこが強いところですよね。で今回みたいに相手がフルアタッカーでもそのスタイルでやっぱ勝っていくっていうのがすごいですよね、はい。まあ、シールドがない状態でこのようにわちゃわちゃピーポーがセンターライン攻めてきてるのに失点ここまで抑えられるオーディナルっていや本当にすごいです。すごいですよね。ラリクドと CH はオーディナルと当たったことありますか大会。あ、あります、あります。もう苦渋飲まされたこともありますオーディナルにはいや本当に油断してると危ないチームなんですよ、うん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 、まだ歴1年かそこらだと思うんですけど、はいはいはい、それでもしっかりあのマスターズ隊のチームを苦戦させる、なんなら勝っていく、そういう力があるチームなんで、うんうん、そうですよね、あんまり油断はできないですね、うん、本当にうまいです一人一人が。今後もどんどんちょっと期待ですよね。期待です、どうなっていくのか。さあそれでは、フィールド、あ失礼しました、現在、リプレイですね、ここから、ね、2点をね、はい、オーディナル取っていけるっていうのがもう3枚、そうですね、そして前に出て1枚、まあ、欲を言えば、はい、ウィーさんが出るんじゃなくてナベさんが出るっていうのが、あと、羽少ない人が出ると、はいはいはい、今取られなかったのは割と運が良かったからっていう面もあると思うんで、うんうん、ナベさん出るともう1点くらいいけたんじゃないかなとは思いますけど、羽の枚数的にナベ選手が前に出た方が、あでもこれ次オーディナル連戦なんですね。そうなんですよそれは連戦のオーディナル、まあ、逆に体温まったりとかするんですかね。いやでも体力、わちゃわちゃだと和心はだいぶきついんじゃないですかね。精神的にも王国書続きですからねこれ。さあ今度はオーディナルがタンクをシールドプレイヤーがいて、対する和心がフルアタッカーですよ。はい、あなるほど、さっきと逆の展開です。逆の展開ですね。さあ先生と決めているのは和心、和心もあの比較的フルアタッカーの絡めでよく使いますよね。使いますね、他のチームに比べたらやっぱり全員うまい、和心は、うん、一人一人があのアドバンス1チーム分くらいの戦力はあるんで、フルアタが避けれるかですよね。なるほど、オーディナルがいかに避けれるか。避けない、避けれる。さあ和心のライフが残り2枚、ただこれ、はい、オーディナル今1点リードで白2枚残ってるんで、はいはいはい、状況としてはオーディナル有利ですね。このままじゃ粘っていけるかどうか。羽1枚の人が抜かれなければこれ多分オーディナル勝つんじゃないですか。おーっと、いいぞ、ほぼ同時に点数を取りました。あー1点差詰めてきたのは和心。さあ同点、延長戦になるかどうなる。さあここから延長戦です。時間無制限、先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチが始まります。お、羽、はい、羽の枚数、オーディナルが1枚が1人、そうそう、和心も1人。愛香さん、愛香さん、そしてシールドに詰めていきたい、はい、シールド入らない。ここでウィーさん、おー、ウィーさんうまい、いいですね。3対4でオーディナルの勝利です。先ほどもそうでしたが、ちょっとウィーさんが前に出て最後の点数取っていく展開が、そうですね、ウィーさん、僕ウィーさんは割と後ろから、はい、ゆっくり狙っていくタイプだと思ったんですけど、うんうんうん、今回の大会は前にガンガン出て点取っていけるっていう、この1ヶ月間でとんでもね練習してきたなっていうのが伺えますね。あ、なるほど、もうこの動きで練習がこうちらつくわけですね、プレイヤーから見てると。いや前出るのはやっぱね、練習しないとできないですよね。そうですよね、一石一鳥じゃできないんで。私も3年やってますけど前出たことないですからね怖いですよね。怖いです、怖いです。でそして、まあ、今回の試合の、まあ、延長戦はそのブルーサイドのシールドが残っていた状態で、はいはい、そこにライフ1枚の選手を移した形だったんですかね。この後出てくるんですけど、あそうですね、
その時はもっと近づいた方が良かった。まああのシールドが前にあったんで、はい、その後ろに後ろ壁側に張り付いてるとやっぱ横から抜かれちゃうんですよ、ね。まあ、そこで引きつけるっていう作戦もありではありなんですけど、安牌を取るんであればちょっと入った方がいいかな、はい。ちょっとね、延長戦はそこにそこと、そしてウィー選手のに注目しながら行きたいところなんですが、おっと、やはりリプレイが、ね、いいところで毎回復活した。このリプレイ非常にじらし上手なんですよ。なるほど、一番いいところで止めてくるんですよ。あ、今のこのポジション取りですかね、相手選手の、ね、これをもっと前に近づいた方が良かった、はい。そしてウィー選手が今センターラインに一番近くいるのがウィー選手。今の上手いですね。上手いですね。あの高低差使うプラス下がりながらしっかりエイムするっていう、うん。やはりその波動って頭の位置で避けるじゃないですか、はいはい、で頭で狙いを合わせるじゃないですか。そうですね、あれだけ動いてるとやっぱり狙うの難しいですよね、きっと。いや難しいですね、気抜いてると変なとこ弾飛んでっちゃいますから。あの体勢からしっかりとエイム合わせてくるっていうのはやっぱ B さんすごいですね。なるほど、 B さんのエイム力が光ってしまうでした、はい。さあ続いてユニコーン VS わちゃわちゃピーポーの試合です。さあこれもちょっと注目せざるを得ないチームの戦いですよね。そうですね、ここは割と今回の優勝候補なんじゃないですかね、うん。さあ優勝候補同士が当たるこの予選、どちらが取るか、波動ファイト。さあ今回はお互いにシールドプレイヤーが1人ずつ、スピードが違ってくるんですかね、アタッカーの。そうですね、ユニコーンはアタッカー2人がスピード5、わちゃわちゃは 4、 チャージの多さは一緒。一緒ですね。そして取ったら取り返すという形で1対1同点、残り、試合始まって30秒経過。うまいや、うまいな、やっぱ D さんうめえわ。今のは狙いがすごくうまかった。ちゃんと針に針際をエイムする、狙う。さあ残りが35秒で点差が2点。さあしかしユニコーンのシールド2枚残ってる状態ですね。そうですね、全然逆転することは可能だと思います。これを使ってシールドうまく使って2点の差埋めれるか。さあラストスパート、響選手もライト選手も全然、はい、あのエイム力は高いんで、あうまい。さあ5秒前です。3、2、1。さあ2対6で最後表より差が出ましたね、はい、そうですね、わちゃわちゃピーポーの勝利です。これは割とステータスで差が出たのかなっていう感じですね。なるほど、ユニコーンは5-2-2っていう、はい、スピード速くする代わりに球ちょっとちっちゃい。でわちゃわちゃはその分、まあ、ユニコーンよりかは遅いですけどスケールでかいんで、狙いやすい、当てやすい、当てやすい。そうですよ、ね、スケール2にユニコーンは見放されたというか見放された。スケールでかい分エイムが雑でも当たったりするんですよ。そうですよね、ちっちゃいとピンポイントで狙わないといけないんで、そこをしっかり避けていきましたね。このマスターズレベルになると、はい、スケール2でこう点数を重ねていくのが非常にテクニックがいるというか。あ、そうですね、まあ、でも多分これからは 5-2-2 が増えるんじゃないかなって僕は思ってますけど、主流になっていくんではないかと。でも確かに今ほぼ半分ぐらいですもんね、4-3-2の選手と。だいぶ減りましたね、 5-2-2 の選手。まあね、パラメーターもなんか流行りといいますか。ありますね、ありますよね。そういう意味ではこのシールドの流行りの次はこのなんか割と新旧対決みたいな感じですかね、このユニコーンとわちゃわちゃは。ユニコーンはね、マスターズ初登場ですからね。スピード4はもうゴールド対マスターズレベルになると見て避けれちゃうので、うん、そこでスピード5を選んでると思うんですよ、日本は。なるほど、ただ当てれなかった、当てれなかった。いや、わちゃわちゃピーポーがすげえ避けてた。なるほど、とってもうまかった。いや、すごいですね。
さあ続いてが和心 VS わちゃわちゃピーポー。和心とわちゃわちゃピーポーはこれが、まあ、最後の予選です。それでは参りましょう。和心 VS わちゃわちゃピーポーの試合です。アローファイト。さあ今回もパラメーターに注目です。和心がフルアタッカーできましたね。おお。対するわちゃわちゃピーポーは先ほど同様、シールドプレイヤーが1人、そして4321のプレイヤーが2人。さあまず当たり前、さあシールドの対処早かったですね。早いですね。しっかり壁の裏にいる選手にエイムを合わせていたんで割り際を。和心もあの全員チャージは2なんですが、うん、かなり和心はシールド対処が早いのが一つチームの特徴かなと。しっかり弾集められてるんですよ、うん、ただそれをやるにはあの避けが必要なんで。そう、あ、そうですよね。壁を向いてる間自分の正面の人が打ってくるっていう、うん、すごいな神さん独特なねこの新バージョンならではの避け方でしたね。会場からはねこう歓声が上がりました。さあラスト20秒。さあわちゃちゃピーポーが2点リード。こうなってくると古畑はもう手に取っていくしかないんで。そうですよね。残り10秒、古畑の特性を生かせるか。おっと重ねてきた。5秒前です。取っていけるか。前に上がるがさあ最後に1点を決めて2対5でわちゃわちゃピーポーの勝利です。いや、わちゃわちゃピーポーやっぱ強いですね。強いですね。正直言うと前の大会あの、はい、あまり結果は芳しくなかったと思うんです、うんうんうん、予選では結構4枚抜きが多かったりとか。そうですね、あったんですけど、やっぱこの1ヶ月間で新バージョンに適応して力取り戻してきましたね、うんうんうん、強いですね。だんだんとその新バージョン慣れてる感じが見てて、はい、ありますね、はい、この壁の張り方とか横から抜かれないような張り方をしっかりしているんで、うんうん、確かにその、ね、今回の新バージョンは結構ね選手にとっては大きい差があったので、はい、さあそしてなんと第2ブロック、これがもう予選最終試合です。次がマジですか。早いですね、はい、オーディナル対ユニコーン。オーディナル対ユニコーンで、現在オーディナルとユニコーンはなんと勝ち負け数そして得失点差まで並んでいる状態です。おつまりってことは、はい、これに勝った方が決勝進出ですね。なるほど。わちゃわちゃピーポーは、予選 3試合中全勝しております。オーディナルとユニコーンは1勝1敗そして得失点も全く1勝。めちゃめちゃ胸熱な試合じゃないですか。これに勝った方が決勝進出っていう。やる方はプレッシャーでしょうけど見てる方は一番楽しい。いやこれは燃えますね。燃えますね。どっちもそうですか、わちゃですね、どっちもわちゃにいっぱいはしているんですけども、はい、調子というか能力的なところではあ、うん、コンディションですね、はい、コンディションはあのどっちもバッチリだと思うんで、ぜひとも頑張ってもらいたいですね。頑張っていただきたいですね。さあレッドサイドオーディナル出場メンバーがウィー選手、コディ選手、アイカ選手です。それでは参りましょう。波動ファイト。これに勝った方が決勝ラウンド進出です。さあ今回はお互いにシールドプレイヤーが1人ずつ、そしてユニコーンはねさっきも出ましたが5221アタッカーが2人とも5221。まずね先生の1枚目を貼ってきましたがね、失点されないユニコーンのこの底力というんですか、やっぱ余計すごい、避けますね。際どいところでしっかり避けて、うわっ、うまいですね。ライフから1点取れたのだいぶでかいんじゃないですかね。そうですね。そしてつかさずライフ残り1枚になり、まあ、下げる形になりました、はい、そしてシールド展開。さあ残り40秒後半戦。いやそこは危ない。あ今リーさんはやっぱ、はい、全体をよく見てますね。視野が広いという、やることしっかりできている、うん、しかしユニコーンがここから残り4枚シールド残ってますからね。全然巻き返しますよユニコーンは。この状態でシールドがあと2枚残ってる。あと2枚残ってる。これやる側はだいぶきついですね。オーディナル側からしたらだいぶ。おっとしかし取ってきたぞ。さあ分からない、この試合に勝った方が決勝ラウンド進出。現在同点、そして残り時間が5秒。スレスレだ。うわうまい。さあこれでここで粘れるか。
あー2対3でユニコーンの勝利です。惜しかった。やばい いい試合でしたね。いやもう言うことないですね。言うことないですね。さあリプレイ見ていきましょう。さあパラメーターはお互いにシールドプレイヤーがいる状態、アタッカーのパラメーターが若干違いますね。特に、オーディナルは、チャージが3のプレイヤーが1人いるかなという形ですね、はい、そうですね。423の人が1人。ここで、まあね、両サイドのアタッカー2人が前に、ね、シールドがなくても出れるっていうのがまずユニコーンのすごいところですよね、うん、やっぱそれだけ自分の余計に自信がある、うんうんうん、ただそれを意にも介さずというか気にもせず気にもせず語彙力を上げたい、ね、惑わされず、ね、惑わされず自分たちのペースで、あ、そうそうそう、それができていたのがやっぱりどっちもなんか別に悪いとかなかったですね、うん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 、そうですね。ただ自力で最後の1点はもう、うん、うんと言って、まあ、若干の若干の能力差で、うん、能力差でユニコーン勝ったっていう試合ですね。コーディ選手のシールのタイミングとかもバッチシなんで、しょうがないしょうがないというか、そうですよね、まあ、どっちも勝てる試合ではありました、ね、そうですね、はい、さあ、いいゴールをいやあっという間でしたけど面白い試合でしたね。第2ブロック最後の最後で熱い試合見れましたね。いやちょっと、はい、いやそれでは一度ま対戦表を見ていきましょう。第2ブロックの対戦表こちらになります。予選第1位通過わちゃわちゃピーポー3試合中全勝です。すごい。そして第2位通過がユニコーン、今の試合でね取ってきた形でしたよ、うん、胸熱だったな。すごい。本当にもう何でしょうね、息を飲むと言いますか、なんかもう余計な言葉いらないかもしれないですね。最後の試合に関しては、うんうんうん、感じてくださいいや何回でも見たくなっちゃいますね。さあそして現在決勝戦に向けて10分間の休憩を行っております。休憩タイム中です。その後に、決勝ブロックが始まります。決勝ブロック、出演チーム見ていきましょうか。決勝の対戦表が現在制作中ですかね。予選第1ブロックと第2ブロックの、はい、今1、2同士が当たっていくという形になりますさあそして、45分から決勝を開催していきますので、お手洗い行きたい人は今のうちに行ってください。そしてなんかちょっとテンション上がってきたから叫んで喉が渇いたいという人はお水持ってきてくださいもうスプリング、まあ、シーズンのマスターズカップ、はい、今日と来月の1回でもそうですね、今シーズンおしまいですからね。早いですね。じゃあ今シーズン早かった。振り返ってみていかがでした、イスト選手。そうですね、やっぱ超大型アップデートが入ったシーズンでは、はいはい、それをどのチームもうまいこと生かしていましたね。横向けるようになったのはだいぶでかいです選手としては。そうですよね、かなり動きの幅が広がりましたよね今回。広がりましたし、その分どこからでも今までは来なかった方向から球が飛んでくるんで、気は抜けない気がありましたね。はい、メリットが増えた分、はい、こう気が抜けない部分も出てきたと。いやちょっとグランドスラムが楽しみですね。楽しみですね。うちが今割と今2位5位なんで、はいはいはい、シードギリギリなんですよ。そうですね。今回のランキング更新でどうなるっていうのが僕は今心配であるんですけど。ですね、そろそろどのチームもそのシード権に向けてそわそわし始めてる時期だと思うんですけれども、ありがたいですね、こうやってシード争いをさせていただけるので。いやちょっと感動ですよね感動、去年のラレップが考えられなかったです
ね。いやでもバレップさんは去年アドバンスをなんか3連覇とかしてませんでした。あのすごかったですよね、あの時の上り調子でしたよね。またラレップさんが取った、またラレップさんが取った、すごいっていう流れが、ね、あったので、いやちょっとあのそれ夏だったんですけど、はいはいはい、今年の夏ポイントが一気に落ちるんじゃないかっていう、あの時のアドバンスの3勝分がね、はい、今運営の人そこでうんうんってうなずいてましたよ。あら、そういう意味じゃなかったかしら。あ、そう、というわけで皆さんコメントありがとうございます。 YT さん決勝楽しみです。長い時間で最後までありがとうございます。初めて見てくださってるそうで、ありがとうございます。ぜひあの広めてください。そして、ユッキーさん、ユニコーン優勝以降実況感謝です。こちらこそ見てくださってありがとうございます。ユニコーンの結果気になりますね。解説、はいはい、やるぜって言ったらいいですけど、自分の語彙力がなかった。いやいやいや、そんなことないですよ。なんかうまいこと言いたいです。うまい、うならせるような、うならせる、あ、なるほどな。そうか、そういうことかみたいな、まあ、でもそれで言ったらそのね、試合の内容を解説していただくっていうのが一番ね、その私たちにはなかなか難しいというか、選手の方の目線でね、出てる人っていうの言葉っていうのは説得力が非常にありますから、そういうところを頑張っていきます。 その調子で伸び伸びとやっていただけたら。はい、はいはいはい、イースト、うるせえ音が割れてんだよって言ったんで、マイク離してやってもらう。あのいい試合の時叫んじゃいますからね。叫んじゃいますよ、しょうがないです。声出ちゃうもん、出ちゃいます。それこそあれです、演歌みたいに叫ぶ時はちょっとマイクの距離を離すと。そうです、そうです。皆さんコメントありがとうございます。ね、こちらのさあ、ユニコーンのメンバーからもコメント来ましたね。決勝トーナメント頑張ります。うまうまうま、ユニコーンですかね、これ。ユニコーン、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 響選手ですね。ぜひ頑張っていただきたいです。ちょっと第2ブロックの展開が早すぎて、はい、もう決勝になってしまうのかという、ね、気持ちも若干ですがありますね。私は決勝トーナメントのやつって言っても大丈夫ですか。あ、言っても大丈夫ですよ。いや、これあの準決勝第1試合が俺とんでもなく楽しみなんですけど、ちょっと対戦表を出せるでしょうか。すいませんね。はい、ありがとうございます。決勝の方でお願いします。決勝の方お願いします。そうですね、左下にページがあります。はい、お帰りなさい。はい、こちらですね。あれ毎回なぜかその対戦表出そうとすると、はい、ゼロのままのが乗っちゃうんですよね。ああ、そうですね。 Wi-Fi 君の調子が、いや、そういう、多分毎回そうなんで、なんか設定があるんでしょうね。トーナメント表はこちらでは、ね、確認できてるので、ね、できてるんですけれども、あ、そうか、運営もそれなりの苦労があるんですね。そうだね、大変ですよね。配信って大変ですね。ちょっと分かんないです。私もちょっとネットがあまり強くないので。はい、すごい機材がありますね。そうですね、よくわかんない機材がたくさんあるんで、やっぱいい配信をしてくれてるんだなって、ちょっとありがたみが、ありがたいですね。スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、口頭でちょっと、準決勝の口頭の方で説明していきましょう。まず第1試合がレッドサイドアークエース VS ブルーサイドユニコーンというわけで、まあ、イスト選手からしたら楽しみな試合ですか。このいや、これは楽しみですね。あのどっちもめちゃめちゃ強い、とんでもなくうまい、ね、うん、あの今回出てるチームの中でも本当にワンツースリー、そうですよね、ツーくらいのチームなんで、どっちが勝つかっていう、いやー、そう、単純にどっちが勝つかが楽しみですよね。だから今までアークエースは無敗、だから多分純潔で全部決勝行ってるんですよね。行ってます、行ってます。もしかしたら今回アークエース落ちるかも、もう予想してしまうぐらい、もうユニコーンが底知れないと。いや、これはどっちが勝ってもおかしくないですね。いや、楽しみです。楽しみですね。そうですね、一度マスターズのシャープ15でアークエースは準優勝してるんですけど、 それ以外は全て優勝してる。1、2、3、4、5、6連覇中です。出た大会はですね、すごい、いや
6連覇ですよ。もしかしたらそのアークエースの上にずっと居座る絶対王者アークエースを下から駆け上がってきたユニコーンが蹴飛ばすかもしれない。ヒヒン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 パーンあるかもしれないですね。いや楽しみですね。楽しみですね。ということで試合始まる前にアークエースのリュウ選手に、はい、決勝ブロック当たんなかったら横で座って喋ってよって分かりましたって言って何喋ろうかなって言いながら歩いてっていや決勝上がるんだって言ってだいぶふわふわしましたよ始まる前。あイストの解説面白いですよっていうコメントがね来てますよ。ありがとうございます。そういうあそういうのが励みになります、ね、あすごいコメント励みになるタイプなんですね。いや褒められると嬉しいですよ。私結構なんかそれはリップサービスじゃないかとか思っちゃうタイプなんで、はい、YouTube もやってるんですけど、あそうですよね、あの YouTube の YouTube の自分のチャンネルのコメントは信じないです。あそうたまに見ましたよ前一回。ありがとうございます。ラレップ .ch チャンネルですかね。ラレップ実況チャンネル、実況チャンネル一回見ました。はい、なんか寝落ち配信やりましたね。なんか口にわさびを入れられてる配信を見ましたよ私。先に寝た方が口にわさびを入れられるっていうだからいいです若いなんか YouTuber っぽいですねザ・YouTuber みたいな企画を。さあというわけで休憩時間も終了しております。決勝トーナメント間もなく開始いたします。現在選手がフィールドにスタンバっている状態です。はい、さあ決勝の、説明していきましょう。決勝は、対戦表一度出せるでしょうか。決勝はこちら3セット3本選手日本選手というわけで、うん、予選は1試合で終わったんですが決勝は2回先に勝った方が勝利という形になります。はい、なので例えば1セット目2セット目同じチームが取ったら2試合で終了なんですが1勝1敗だった場合3セット目まで続きます。はい、決勝ブロックは準決勝失礼しました準決勝第1、第2そして3位決定戦そして決勝戦すべてこの形になります。はい、さあというわけでフィールドを映せるでしょうか。いや楽しみになってきましたよ本当に。いやだいたい試合が始まる前にどっちが勝つだろうっていう予想は、はいどの試合でもつくんですけど。そうですね、まあそういうのしながら見ますもんね。今回マジでわかんないですよ本当にわかんないですいやこれ例えば選手側の気持ちになるとプレッシャーとかって感じるんですかね。いやこれは結構感じるんじゃないですか。あどうですかね。あの割と1セット目は気楽にいけるかもしれないです。あなるほどまだまだ後があるって思えるんで、うんまあ、あのちょっと時間がなくて、はい、そろそろ落ちるかもしれないっていう方はとりあえずこの試合だけでも見て。まずこの試合だけでも絶対熱い試合になると思うんで皆さんのお時間を少しでいいので、はい、私にください私たちにください。さあというわけで準決勝第1、1セット目アークエース VS ユニコーンの試合を今もなく開始していきます。アークエースからは予選と変わらず、今映ってるのが龍選手、センター、コウキ選手、そして翔選手。そうなんですさあユニコーンは響選手、中地選手、ライト選手です。さあ参りましょう。準決勝第1試合1セット目稼働ファイト。おそう今の避けられるんですねいや本当にライトは避けがすごいですねすごいですね。ただそれはアークエースも同じなんで、うんうん、なるほどどっちが当てていけるか。さあ両チームともにシールドのプレイヤーが一人ずついる形。さあユニコーンおーさあ先制点が意外と早く決まりましたね。でもやっぱりしっかり追いつく取り返してちょっと気を抜くと取り返してますね。本当に途中でも気抜けないと思いますよ。そうです、そうですよね。さあ1対1同点の状態で間もなく残り時間が40秒になります。さあシールドの残り枚数がもうね同じ枚数。さあロースコアですね。これは気抜いた方がまず試合ですね。集中力が結構大事。集中力大事です。さあ若干ですがユニコーンのライフの枚数が少ない、うん、そしてライト選手が踊り出る。さあラスト20秒。さあここでシール貼ってきたスレスレそれに重ねてくる。さあここで決めてきた。シールドの外に出てた響選手を
KO を取ってきました。1点差は普通に巻き返せます。巻き返せますよ。さあ5秒前、さあ取れるか龍選手、1枚取った。さあそして延長戦、時間無制限で先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチ。いや最後ライトうまいですね。シールドが内壁のライフがなくなるところしっかり、シールドがなくなるのが分かってそこに打ってきた形。さあ中地選手がライフ1枚、さあ決めてきた。3対2でまず1セット目はアークエースの勝利です。譲らないですね、どっちも譲らないですね。いやこれは、いやこれはもう選手として見習いたいところ、めちゃめちゃある試合ですよ。何回も見返してみたいです。リプレイないですかこれ。これ準決勝なんで2セット目が結構すぐ来てしまうので、やめて、その延長戦になる前に止まっちゃうので、ここはリプレイがないんですよ。いや最後ユニコーンが追いついた1点、はいはいはい、あれライトがライチがアークエースの壁裏を、はい、5壁の方を向いたんですけど、はい、そうですよね。そう1壁が反対側だった1壁が割れる瞬間にパッ向いてチャン。だからもう壁5壁、まあ、自分から見て右側を、はい、まあ見ながらもう左にも意識がいってたってことですね。フェイントですよね。あ、なるほどなるほど。自分はそっち見てねえよって思わせて油断させたところを一発抜いていく。はあ、トリッキーですね。いや本当にいやらしいことしますね。でもそのパッと向いてね、すぐ KO できるそのエイム力もすごいですよね。すごいです。さあそれでは第2セット始めていきましょう。波動ファイト。さあユニコーンはここで取らなければ決勝に上がれない、後がない状態。さあマスターズカップ出場している大会6連覇中のアークエースを決勝トーナメントから引きずり下ろすことはできるのか。先制点を決めたのはアークエース。さあ今回もお互いにシールドが1のプレイヤーが1、あ、シールドが5のプレイヤーが1人ずついる形。さあ先ほどはこれで非常に接戦、延長戦の末アークエースの勝利。さあここで取り返してきました。試合展開をイーブンに戻してきます。すごい。さあ残り40秒。さあシールドを使ってまずアークエースが2点のリード。フィールドから押し込めという声が響いてきましたね。いやもうこれはアークエースはどんどんここから点離していくつもりでしょうね。さあ対するユニコーンはシールドが残り3枚残ってる。いやこれは多分晴れなかったけどな。なるほど、ここから追いついていけるか。さあ KO を取ってくる。さあ4点差開いてきましたね。さあ両方の壁、サイドにシールド貼ってくる。さあ決めれるか。さあ同士の KO3 秒前。ああ、さあここで試合終了です。6対3でアークエースの勝利です。はい、いやさあこの試合をもって、決勝進出がアークエースとなりました。おめでとうございます。おめでとうございます。いや強かったですね。強かったですね。ここはリプレイが入ります。どうなんですかね、これ中地選手ユニコーン側はシールドが張れなかったっていう感じなんですかね。はい、そうですね、割と残しすぎかなっていう感じがしたんですけど、まあ、その2点のリードを取った段階でこのアーケースが差を、ね、広げようという動きに、はい、アークエースに点差離されると気持ちが焦りますよね。そうですよね。焦りますよ。なんか追いついていくのがやっぱ避けるのがうまい分難しいですもんね。そうそう、取らなきゃって気持ちでアークエースに向かうと当たらなくなりますね。そのなんか気持ち的にもうそのプレーに出ますもんね。なんかメンタルスポーツっていう言葉が最近流行りなんですけど、はいはいはい、まさにそれが出た試合かなっていう感じですね。いやもうそれこそ1点ないし2点のリードが結構重いですもんね、この決勝ラウンドまでになると。重いです。特にこのスキルが高いこの2チームなら、うんうん、どんどんその差が開くのかな、うん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 、1点の差重みが違うな。
なるほど、いや非常に熱い試合でした。続いて準決勝第2試合を始めていきましょう、うん、レッドサイドミスターバーサスブルーサイドわちゃわちゃピーポー。こちらも非常に注目ですね。前回のマスターズカップで予選では確かミスターがわちゃわちゃから取ってるんですよね。あ、そうですね、はい、まあ、結果ね、はい、その後決勝で当たってわちゃわちゃビーボーが勝利した形なんですが、うん、まあ、ミスターにも大いにその一度勝ってる。いや、ミスターは本当に強くなりましたね。ミスター強いですねとんでもなく強くなりました。いや、特にミスターはちょっと前回のマスターズ見てると戦略を変えてきているので、はい、いたので、ちょっとそれがこう今日今回うまくまとまるのではないかなと思って、非常に私今回の大会注目してたんですけど、うん、まあ、安定して決勝トーナメント上がってきましたね。そうですね。さあ、それでは参りましょう。レッドサイドミスターバーサスブルーサイドわちゃわちゃピーポーの試合です。ハローファイト、うん、お互いにタンクプレイヤー、シールドの5まで貼れる、5枚貼れるプレイヤーの、おっとここでフォーメーションですかね、ポジションチェンジしてきましたね。前回の大会でもやってましたね、ワチャ相手ミスター。そうですね。お互いのシールド重ね合わせる形、隙間からさあ、さあ、かなりミスターが攻めにかかってましたね、このそうです、この10秒、あそこのシールドなんかよくわからないんですけども、やっぱそこをしっかりと空いたところを抜いていったミスターはよく見てますね。しかし点差は1点、残り時間も、ね、はい、30秒以上残っておりますので、どちらが勝つか分かりません。さ、両チームともにシールドがない状態、使い切った状態、ここからまずはチャーチャーピーポー追いついていけるか。いや、もうここからはアタッカーの勝負ですよ。そうですね、アタッカーの自ら。さあ、ラスト20秒、点差1点、なかなか次の1点が決まらない。このままミスター逃げ切るか、ラスト10秒取り返すか、わちゃわちゃピーポー。小野選手1枚になると本当に当たらなくなるんで。なるほど、いや、これは厳しいかもしれないですね、わちゃわちゃ。さあ、2対1でまず第1セットはミスターの勝利です。いや、よくリードを保ったまま最後までやってきました ね、ミスターは。もうそれこそ試合半ばの10秒15秒の攻めてくぞっていうのがドドドドドっていう感じで見て分かってましたもんね。やっぱ当たらないんですよ、うんうんうん、ミスターは。唯一というか、まあ、先行逃げ切りができるチームは多分ミスターくらい、ミスターかアークエースかっていう。なるほど、そのくらいしかない。本当にそれくらい余計がうまい。当たらないっすよ、ミスターは。先行逃げ切り、最初に点数を取ってそのリードを持ったまま逃げ切る形ですかね、はい、やっぱわちゃわちゃの隙をしっかりついて、うんうんうん、そこから反撃を許さなかった。笹さんのシールドがうまかったですね。そうですね、その判断ですよね、はい、今がいける隙だというか、タイミングだっていう時にミスターわちゃわちゃどっちにも言えることなんですけど、はい、タンクの人が本当に頭いい、うんうんうん、ゲームメイクがすごい上手い、うん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 、見どころはタンクの人なのかな。あ、その2試合どういう風に張るんだろうっていう、割と上級者向けかもしれないですけど、そういうとこ見ると面白いかもしれないですね。そうですね、じゃあ今回もシールドに注目しながら見ていきましょう波動ファイト。そして、パラメーターステータス見ていきましょう。1ゲーム目と同じですね、うん、うわーっと、まずいきなりの4枚抜き、これはでかいですね。なるほど、1、いやー連携が崩れた、若干惑わされた形。今ごちゃごちゃしましたね、ミスター側は。そうです、で試合が始まってからのフォーメーションチェンジの前に4枚抜きされてちょっと焦ってしまったんですかね。そうですね、わちゃわちゃもそこを狙ってたんでしょうね、うんうんうん、さあここで2点目取ってきました。残り40秒、そしてわちゃわちゃは壁、これがラストのシールドですね。さ
さあリストはねもう1枚残ってますが点差が2点、ここから追いついていけるか。 P 選手がライフ残り1枚です。かなり攻めのポジションに張ってきましたね。だからミスター全然追いつけますよここから。うわー4枚抜きだ。うまいうまいうまい、今のはうまい。さあラブゲーム中島が1点は取りたい。さあ残り10秒、そうですね、点取りたいですね。そうですね、その3ゲーム目につなげるためにも取ってきて同時に KO。 ここで試合終了。さあ2対5でわちゃわちゃピーポーの勝利です。さあというわけで、準決勝第2試合は3セット目までもう連れ込んでいきます、はい、さあ今の試合振り返ってみていかがでしたか。あのミスターの作戦をさせなかったっていう感じですね、うんうん、わちゃわちゃピーポーが。でもミスターがやろうとしてた作戦って例えばどういうものだと予想できます。まあ多分あのさっきも言いましたが一番最初の入れ替わりだとか、うんうんうん、入れ替わりの前に点取ったと、うんうんうん、あとはそのシールド裏をしっかり取る、うんうんうん、あ点取らせないと。 なるほど、もうそういう予定していた作戦を、まあ、一歩先で潰していったという形。あのそうですね、そういう感じです。させねえよお前らには、何もさせねえよっていうなるほど、その気概が感じれた試合ですね今の。圧巻でしたね、まあ、5対2で。僕ミスターの入れ替わりはあの対面のそれぞれの対面が苦手だから変わるのかなって思ったんですけど、うん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 、今の試合も入れ替わったとか多分そういうわけではないんでしょうね。そうですね、まあ、どういう意図があったのかとかも気になりますよね。またびっくりはしますよね。そうです、そう入れ替わると変わるのかお前らってはなるんで、そういう一瞬の隙をもうついていかないといけないぐらいの。前自分の正面にいる人が動いてたらそっち見ちゃいますよね。あそうですよ、狙いたいですもんね。 そこで視線誘導なのかなっていうのもありますね、うん、そして今回はブルサルワチャワチャピーポーがポジションを変えてきてます。あ本当だ、そうなんです。これによって、まあ、ミスタがどう動くのかないし、わちゃわちゃピーポーがどう動くのか、うん、わちゃわちゃピーポーは前回のマスターズで試合始まってからぐっと動いた試合もあったので、はい、それにも注目ですね。さあそれでは参りましょう。波動ファイト。さあミスタが入れ替わってきました、うん、入れ替わりはデフォですね。そうですね。あチョコ選手が4-3-2-1に変更してきましたね。変えましたね。今日の試合はね、ほぼ全部 5-2-2 でやっておりましたが、ここでまず1枚目貼ってくる。ミスターは始まる前にポジションチェンジしましたが、わまあ貼れただけ今のは良しでしょう。そうですね、貼れないのが最悪なんで。試合始まって30秒経過、わちゃわちゃピーポが先制1点。割と真ん中側に寄せるんですね、ミスターシールドを。あ、そうですね。さあ残り40秒。さあここで2点目重ねてきました。残り時間だんだん迫ってきましたが、ミスターは残りシールド2枚残してます。さあうまいぞ。いや3点なら取れる。さあ OK、 ここから残り2枚を使ってミスターまずは追いついていけるか。さあ残り15秒。さあ決めてきた1点差。しっかり狙ってましたね今。さあ残り10秒あるのでまだまだ点取れますよ。取れますよ。ミスターは M 力高いですからね。わちゃわちゃそこしっかり逃げ切る。5秒前。うわーうまい。追加点をしてきたのはわちゃわちゃピーポー。さあ1点取りましたが3-4、1点差でわちゃわちゃピーポーの勝利です。というわけで決勝進出するのはわちゃわちゃピーポーです。おめでとうございます。さあこの3セット目はリプレイがね流れます。わちゃさすが D さん、あとそうですね、今日初めて見るって言ってくださった方が2人、すごいすごいコメントを。いや本当そうですね、すごいしか出ないですよね。私も喋ろうと思わないと喋れなくなりますよねごめんなさい、あんまちょっと僕あんま喋れてなかったかもしれない。全然大丈夫ですよ。なんか経験の差が出たのかなっていう感じはしますね。ガチャガチャピーポーさんはね非常に歴が長く、歴長いですから、あのやっぱ試合終盤の冷静さは、うんうんうん、わちゃの方が上だったのかなとは思います。まあ、イレギュラーな展開だったり、うん、1試合1試合に対するでも多分今回はミスター割とやりたいことできたんじゃないかなと第2セットと比べて、はい、思うんですけど、わ
分そこでもねじ伏せていく力、うん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 、まさに確かにねじ伏せるっていうプレースタイルですよね、はい、こうなんか守って避けてというよりやっぱ点数を取っていく、いやかっこいいですよ ね、 プレースタイルで、でもここでね1点差になってちょっと力入りましたよね。いやここは部長ビクユーさんが、はい、モロゾウさんの動きをよく見てましたね、うん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 、完璧に抑えてる形でしたね、はい、さあというわけでもう結果としては1点差。さあ対戦表を見てみましょうか。やば失礼します。いやちょっとね、はい、暑かったですね。暑かったです。暑かったですねこの試合。どっちの試合も暑かったです。さあ準決勝第1試合からはアークエース、そして準決勝第2試合からはわちゃわちゃピーポーが決勝に上がります。そして現在、5分間の休憩を行っているんですが、休憩の後3位決定戦、はい、ユニコーン VS ミスターの試合が繰り広げられます。いやここはどうなるんですかね。コメントありがとうございます。見入ってしまってあっという間に試合が終わります。いやもう本当そうなんですよ。80秒がこう見てるとめちゃめちゃあっという間なんですよね。選手としてやってるとどうですか80秒って。いや試合中は長いですよ。あ試合中長い。試合中は本当長いですけど、やっぱこういう決勝とかの胸熱な試合見てると本当にあっという間に時は過ぎますね。正直20秒ぐらいしか見てない気持ちですもん。あ、そうです。あれもう終わっちゃったんだ。終わっちゃった。行こう。すごいな。あ、ユニコーンですねこれ。絵文字なんでユニコーン行こう。3位決定戦に向けてですね。そしてビッグユーさんのモローゾが壁から出てくるの待ち構えてるのうまかった。あ、あれうまかったですね。いやー、3位。そうですね。マスクといえばもう選手はあの運動量を80秒間マスクしたままやってるのものすごいですよね。あ、 そろそろ外したいですねマスク。なんかそろそろ息苦しいじゃないですか絶対。あ、息苦しいは息苦しいです、はい、特殊なトレーニングとかしてるんですか。特殊なトレーニングはしてないですね。どう普段選手の方ってどういう練習をされてるんですか、うん、でもやっぱマスクの息苦しさは普段の練習でも多分みんなだいぶ慣れてると思うんで、うん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 、どうだろうね、なんか特殊な練習は、あ、そうですね、僕は最近はあんまできてないんですけど、始めたての頃は、はい、なんかチャージが大事なんですよ、やっぱ波動って。あ、そうですね。いかにチャージするかが大事なんで、僕ずっとこうやってましたね。あこうやってそう、学校の授業の合間とか。あ、そう、もう日常生活で電車の中とか、テストが終わった時とか。へぇ、波動は腕につけてるアームのデバイスが垂直の状態だとチャージで、打つとまあ一発ずつ減っていって、手を常にこうしてないとそもそもエナジーボールがね打てないんですよ。そうっす、そうなんですよ。でこれ難しいんですよね。そうですね、動きながらこのここキープするって結構難しいんで、それこそ選手みたいにこうやって受けたら普通にしてたら手ついてっちゃいますもんね。そうです。これじゃもう溜まってないですからね。日常の中でもうずっとこれやり続ける。懐かしい。テストの終わった後、割とこれいろんな人にお勧めするんですけど、はい、あんまり芳しくないですね。あんまり受けは良くないですね、はい、でもそれぐらいやっぱまず基礎のチャージを最初は固めていた、はい、いやこれ大事だと思うんですけど。大事ですよね。懐かしいですね。そういえば人選手がまだ高校生でしたっけ、最初波動始めた時。高卒したくらいですね。高校卒業したくらいですね。なんかその始めたてはコートで大会がこうあって、はい、コートの脇でちっちゃくなりながらテスト勉強してるんですよ。その試合の合間に。ありましたねそんなことも、はい、なんかそれがもう懐かしくなるぐらい立派にこの解説も喋れるようになって。いや本当に波動に成長させてもらいましたね僕は。いや、はい、嬉しい言葉ですね。皆さん成長したい方ぜひ波動日比谷入りに遊びに来てください。さあというわけで、5分間の休憩で間もなく終了いたしました。コメント見ていきましょう。マスクしたままであれだけ動けるなんて。そうなんです、選手の皆さんマスクしたまま動いております。そしてビッグユーの強力なエイム力魅力的、これよく見かけるんですけど、これは、あ、弓のマークですか。弓のマーク、弓のこれ多分アークエースのマークなんじゃないですか、まあ、チームマークがなんかアーク ARC をうまいこと、はいはい、
ぐちゃぐちゃにして弓みたいな形になってます。ああ、なるほど、モチーフなんですね。モチーフだと思ってたもん、それ。ね、アークエースのコメント、はい、そしてユニコーンウィーンっていうねコメントも入っております。まもなく3位決定戦ユニコーン VS ミスタの試合が始まります。3位決定戦も、準決同様3日本選手2点取った方が勝利となります。さあそれではね、いやちょっとこの3位決定戦これもまあ楽しみですよね。そうですね、はい、楽しみです。さあユニコーンが初登場で表彰台に上がるのか否か、ミスターがそれを阻止するのか、阻止するのか、非常に楽しみです。さあそれではフィールドを見ていきましょうか。はい、さあユニコーンからは変わらず画面左側から響選手、真ん中中地選手、右手奥がライト選手。ただこのユニコーンとミスターはよく一緒に練習してるらしいんで、そうなんですね、割とお互いの手の内は分かってるのかな。なるほど、それがもうこのマスターズという一番大舞台で当たるっていうのもなかなかドラマがありますね。さあ対するミスターは、変わらずですね、画面左奥モロゾ選手、センターサササ選手、右手手前がチョコ選手、この3人で戦っていきます。さあユニコーン頑張れ、ユニコーン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 っていうそのね絵文字がユニコーン人気すごいですね。さあそれでは参りましょう、ユニコーン VS ミスター3位決定戦です。ハローファイト。さあ今回も両チームともに、シールドプレイヤーがいて全く同じパラメータ、全く同じステータスになってます。だから正直言うとユニコーンの方が攻撃力はミスターよりは高いと思うんで、なるほど、そこミスターどうカバーしていくか。なぜユニコーンの方が攻撃力が高いんですか。いやこうやって前出れる選手2人いるっていうのはめちゃくちゃ強いんですよ。あ、なるほど、今日もねちょっと前半ポジションの話をしてましたが、やっぱ前に出るのは、まあ、攻め、ね、攻撃、まあ、イコール前に出れる選手がいるっていうことは攻撃力が高いと。あの前に出て近い分点も取りやすい、かつ前に出てるから相手の視線も誘導できるんですよね。なんであの前に出て避け切れるだから、こうそれができるのがアークユニコーンなんで、そこはとんでもなくやっぱ強いですね。さあしかし先制点決めたのはユニコーンでしたが、ミスターが取り返しました。スレスレ、さあスレスレですよ。中地さんはうまい。どちらもスレスレ、本当に避け方がうまい。さあ手に汗握る展開、次の一手なかなか許さない。残り10秒、ヒリヒリしてきましたね。ただ跳ね、おお、さあ決めてきたのはミスター、決めました。さあ同点残り3秒。お、さあすげえ、スレスレでミスターが決めてきました。まず1本目は2対3でミスターの勝利です。はい、ユニコーンの羽を削って最後まで持っていきましたね、はい、やっぱあの全員が1枚だったんで、そうでしたね、仮にあの1点差追いつかれても、うん、ミスターなら多分1枚抜けるかな。なるほど、そこで、状況がユニコーン圧倒的に不利でしたね最終盤面。あ、なるほど、もう最後の、はい、その点数を巻き返される前から若干であるが不利であった。あそこで1点取ってオーバータイムもし行ってたとしても、なるほど、ユニコーンが厳しかったのかなとは思います。さあというわけで1セット目はミスタが取りました。ナイス響さん、ユニコーンいけ、ミスタも頑張れ、ミスタも頑張れ、ユニコーンも頑張れ。さあ説明とても分かりやすくありがたいです来てますよ。 ありがとうございます。スピード大事、かすみさん分かりやすいです、ありがとうございます。ララさん分かりやすいです、本当に。ナイス、ライト君も頑張れ、いいぞ。さあコメントも、非常にねておりますが、2セット目参りましょう。さあユニコーン、ここは落とせない、取ることできるでしょうか。波動ファイト。さあ初段でまず1枚削ってきましたね、ライフ。さあ今回もお互い同じステータスパラメーターとなっております。シールド5枚貼れる選手が1人ずつ、そして攻撃的なプレー、先制点ミスト取ってきましたね、取ってきましたね、これはでかいが取り返す。いやリカバーできますよね、ユニコーン。ミスターが先制点取ってすぐに前にシールド貼ってきましたね、うん、
ぱ織り込み済みだったんですよね。点取ったら点取ったら軽い、ね、リード伸ばしたいですからね。そうですよね。さあしかし、ユニコーンがここで1点リードしている状態。本当に前に出れますね。うまい、よく今さっさのフェイント見切りましたね。そうですね。いやすごいぞ。さあここで、ユニコーンも攻めてくるが、ミスター、隙間から投げてきましたね。ユニコーンやる気すごいですねとんでもない。さあ残り、さあここでさあミスター2点差なら全然追いつける。そうですね、可能性ありますよ、はい、そして、ね、シールドがたまらないですかね。これはそうですね、たまってないです。残り10秒、ジジから隙間を狙っていく。おすごい距離感だ。惜しい。さあ取れるか。ここで差を離してきました。7対3でユニコーンの勝利です。さあというわけで3位決定戦は3試合目まで入っていきます。さあシールドたまらなかったのもそうですけど、はい、そこを見逃さずシールド貼れ、相手シールド貼れねえなと思ったところで攻めに切り替えたユニコーン、うん、判断の速さが出ましたね。なるほど。確かにその、うん、まあ、もちろんシールドを貼れなかった、はい、うまくたまらないときは相手チームから言えばチャンスですもんね。そうです、そこは狙っていくポイントなんで、うん、まあ、そのチャンスをうまく掴んで、うん、うまいこと連携してたなという感じですね。点差を離して、うん、さあというわけで3位決定戦は次の試合に勝った方が本日の波動マスターズカップシャープ24第3位決定という形になります。響さん、うまいいぞ、頑張れ。中地さん、最高。早すぎて目が追いつかない。次取ろう、どっちが勝ってもおかしくないですね。次勝った方が3位なんですもんね。次勝った方が3位です。なるほど。もうあ、じゃあこの試合は大事ですね。どっちも落とせない。さあ、なおかつね、先ほど言った、うん、グランドスラムへのねシード権もかかってくると思います。ポイント少しでも伸ばしていきたい。緊張の第3セット始めましょう。波動ファイト。さあ今回も全くこの3試合すべて同じパラメーターでしたね。さあまずミスターがかなり先にシールド張ってきましたね。ここでね3枚一気に使ってきました。ユニコーンの羽が削れているんで、はい、ここで1点でも取って先行逃げ切り目指しているのかなと思います。さあそしてでは割れる直前でした、1枚取ってきて先制点を決めたのはミスター。さあそれここからリードを広げる作戦ですかね。ミスターはそうですね、まあ、あとは1点さえも逃げ切れば勝ちなんで。そうですよね、勝ち勝ちなんで。ただそれは許さない。ここで許さないですねユニコーンはそれを許さない。さあここからシールドを使って同点さリーチを伸ばしてリードを伸ばしていきたい形。さあラスト20秒1対1、どちらも譲らない。さあユニコーンはシールドラスト1枚残っている。うまい。おっとここでハリリス、しかしそうですね取られずにユニコーン逃げ切りました。あと1点。さあ取れるかミスター、追いつけるか。さあ広げてきました。3対1、3対1でユニコーンの勝利です。というわけで本日のマスターズカップ第3位はユニコーンです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやーいい試合でしたね。あそっか、まあ、先ほど1試合前でもあったように、うん、そのシールド貼れない場合は、はいはい、まあ、逆に言えば相手チームがしたチャンス。そうですね、そこを、まあ、ミスター取っていきたかった。あでも多分あれは中地さんがめちゃめちゃうまくて、はい、あのチョコ選手の球がなくなったタイミングで張りに行ってたんですね。なるほど。なんであの多分張れなどっちにしろ多分打てなかった、まあ、このマスターズレベルになると相手がどれぐらいエナジーボールを打っていて、はい、どれぐらいチャージが残っているか予想がつくと。あ、つきますね。だいたい 2,3 発打ったらもうないな、チャージになったらないなってなるので、うんうんうん、そこをしっかり見て入ったから今のは知らなかったんじゃないかな。でもタンクプレイヤーってすごくないですか。いや本当にすごいと思う、尊敬しますもん。普通のアタッカーよりもいろんな情報を見て考えてどうしようかって考えてるんで、うんうんうん、本当にすごいですね、まあ、もちろん頭の回転が早い戦略もあり、うん、はい、
戦況もあり、相手のエナジーボールのチャージの残りもなんとなく把握し、味方のライフの枚数も把握し、どういう脳みそしてるんでしょうね。見てみたいですね。いや本当にすごいですよ。さあというわけで、さあ3対1で、ユニコーンが勝利いたしました。それでは続いて皆さん、ついに来ました決勝戦です、はい、まずは対戦表を見ていきましょう。こちらです。本日の決勝戦、レッドサイドアークエース VS ブルーサイドわちゃわちゃピーポーが戦っていきます。楽しみですね。ここはなんか毎回決勝で当たってますね。そうなんですよ、はい、もう本当に紙一重ですしね。決勝でだいぶもうずっと当たって、それこそ、ほぼ1点差なんですよね、最後決まるのが、点差が、ね、大きく離れる試合もあるんですけど、基本的にはもう1点差で勝敗がついているこの2チーム、決勝どのような試合になるのか、さあ皆さん一緒に楽しんでいきましょう。この2チームはチームのスタイプレースタイルもだいぶ違うんで。そうですよね。動くわちゃわちゃピーポー、はい、静かなアークエース、あーなるほど、生と動の戦いなんで、見ていても結構差があるかもしれないですね、はい、どっちのプレースタイルが強いのか、で比較的、はい、まあ、攻めの姿勢のわちゃわちゃピーポー、はい、よけると言いますか、失点を防ぐ形のアークエースみたいな対比もありますよね。さあわちゃわちゃピーポーからは画面奥から D 選手、部長選手、そしてライム選手が1セット目出場します。さあ対するアークエースはどのメンバーが出場するでしょうか。さあ今回も予選と変わらず、画面奥が龍選手、真ん中光輝選手、そして手前が翔選手となります、うん、そうですね、翔選手と龍選手は双子なのでね、ヘッドマウントつけるとなかなかね差が本当に分かんないです、ね、靴まで一緒にしてるんですよ、あの2人。あ、本当に。やめてほしいな。さあそれでは参りましょう。ファイト。さあ大事な決勝戦の第1試合、初代で初段でまずね相手2番今削ってきました。お互いシールドプレイヤーがいますね。さあそしてアークエースは今回4-3-2-1のプレイヤーを1人、そして5-2-2-1を1人、ね、予選で多く使ったパラメラと壁変えてきました。そうですね、そうなんです。さあお互いのシールドをね背面に貼ることによって無効化している状態。先制点を決めたのはわちゃわちゃピーポー。さあ画面外 D 選手が、うわー斜めですね。さあそしてさらにもう1点重ねてきました。2対1で打って変わってアークエースが1点リードしている状態。今の失点はあれですね、新バージョンへの理解度が、そうですね、出したですね、横抜けちゃうんですよね、はい、大会の場数などがあるのでしょうかね、はい、どんだけ練習したかっていうところですかね今のは。さあそしてラスト、15秒でアークエース依然1点リード。ライフ1枚が1人ずついる状態。さあ決めてきたのはわちゃわちゃピーポー。さあお互い譲らないぞ。さあ残り5秒、どうなる。オーバー いったいった。さあ2対2同点。決勝戦は初戦からオーバータイムマッチです。先に1点取った方が勝利。さあ緊張のオーバータイム始めていきましょう。お願いします。わちゃわちゃの方が羽少ないですね。そうですね、1枚の選手が2人、はい、両方ともアタッカーっていうのはなかなか。いや点取っていきたい。わー決めた。光輝選手3対2でアークエースの勝利です。だから今日2回目じゃないですか、光輝選手がオーバータイム取ったの。はい、そうなんです。皆さん気づきました、試合ね終わった瞬間光輝選手が思いっきり天高くガッツポーズをしてましたが、はい、光輝選手はシールドなんで球のスピードとか大きさは弱いんですよ、はい、なるほど。遅いしちっちゃいし、やっぱそれを
そのデメリットをカバーする球の巻き方といいますか、うんうんうん、相手の動いた先に球を置いておく。でこのまあ、うまいんですよね。この例えばスピードが一番遅くて、はい、大きさも一番ちっちゃい球だと普通だったらなかなかライフ削るのも難しかったり、当たらないです。普通は当たらないですね。で今回オーバータイムで決めてきたのがそんな、はい、そんな球がそんな球がエナジーボールを使っている浩輝選手だ、はい、さあ面白い試合でしたね。タンクの人共通するんですけど、はいはい、あの11の球スピードが遅くてちっちゃい球をどうすれば相手に当たるかっていうのも考えてるんですよね。その上でどうやって巻くかが多分、ね、あのだってもう見てるところにいるところに打ったって届く頃にはもういなくなってるわけですもんね。プレイヤーさんは避けますから。マジでなんて先読んでるんだろうっていう本当将棋みたいなことが起きてる。だ張るだけじゃないんですよねタンクプレイヤーは。奥が深いですね。奥が深いです。さあそして、間もなく次の試合始まります。皆さんコメントありがとうございます。たくさんの、ね、応援のコメントありがとうございます。見ていきましょう。第2試合集中波動ファイト。完璧ですね。フィールドに立ってるかのようなね。あのあっちの緊張感こっちまで来ちゃいますよね。伝わってくる。伝わってきます。さあパラメーターは先ほどと同様ですね。両チームともに変わらず。そうですね。勝選手が4-3-1。あ、そうですね、変わらないですね。そして先ほどはこのパラメーターでアークエースが勝利をつかみました。さあワチャーチャピーポ、ここは落とせない。お先制点をまず決めてきました。ワチャーチャーピーポーの後ろの方で D さんが動き回ってるんですよ。そうすごいですね。もうフィールド縦横無尽に D さんの圧ってすごいんですよね。あ、戦っていて、あのよそ見するとすぐ前に詰めてきて点取ろうとしてくるんで、もう一瞬の隙も逃さないと。さあ今の1点はちょっともったいなかったですね。もったいなかったですね。さあしかし、点差は同点2-2。さあラストスパート残り20秒。ラークさあここで決めてきたのはわちゃわちゃピーポー。いや今の取られたのだいぶでかいですね。でかいですね。シール2枚ありますけど取り返してくるんです。あ、そしてさらに返した。さあ残り5秒。わちゃわちゃピーポーあと1点取れるか。いやうまい冷静だな。おっとすごい。さらに1点重ねてきました。5-3でアークエースの勝利です。いや翔選手最後冷静でしたね。あそこでちゃんと1壁張れるのはやっぱあの、ね、とんでもない冷静さがないとできないです。スレスレで普通慌てちゃいますもん、ね、そうですよね。あそこまでこう攻めに来られると、うん、いやよかったっす。さあ最後の試合リプレイを見ていきましょう。まあ、特に大きく試合が動いたラスト20秒に注目ですね。そうですね。割と序盤はバチャバチャピーボーがかなり流れを持っていたんですが、この試合バチャバチャが勝つかなって最初は思ったんですけど、そうですね、この流れを維持して、うん、ただ点取れるところでしっかりアークエースが取っていってたんで、はい、そうです。ここでね、相手のミスを見逃さない、見逃さなかった。そこが勝因ですかね。さあまずわちゃわちゃが1点、そして残り40秒。さあ1-2、うん、1対2この後ですかね。そうですね。ここの1点の失点が、まあ、非常に終わってみればというか、まあ、多分部長選手もあやっちまったなと思ったんじゃないですかね。溜まってなかったのかシールドが。どうなんでしょうね。しかしここでまずこの1点取ったのはあれはでかいです、あの普通のチームだったらあれ取ったとこでも勝ち確というか、あただそのハプニングを意に返す冷静に対処したアークエースが。そうですね、今の壁ですね。今シールドもあれもうまい。さあというわけで、今回は5-3でアークエースがこの試合取りました。というわけで本日のマスターズカップ優勝はアークエースの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。さあそれではね、選手にちょっとお話聞いていきたいと思いますので、まだ試合終わりたてほやほやの選手の皆さんのお話聞いていきましょう。アークエースの皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。おめでとうございます。
さあちょっと決勝戦最終試合すごかったですね。はい、結構マスターズカップに出てるんですけど、わちゃわちゃピーポーさんと決勝で当たることが多くて、はい、で僕たちあの前回の大会ちょっとお休みして、今回あのまた王座の王座を奪還 しなければってことで気合い入れてきて、はい、勝ててよかったです。ありがとうございます。もう最後のあの翔選手の、まあ、冷静な一壁を張ったあの逃げはイスト選手が大絶賛してましたけど、はい、特に考えてあったわけではないんですけど、とりあえず自分があの食らわないようにしっかりケアをしたって感じですね。すごいですね。冷静ですね。さあ他の選手にもお話聞いていきましょうか。はい、龍選手、はい、さあ今回のマスターズカップ、まあ、あのスプリングシーズンのマスターズカップ、これを入れてあと2回しかないんですよ、はい、今回のマスターズいかがでした？そうですね、ちょっと予選では1本落としてしまって、そうですね、ちょっとこのままいっていいんかなっていう感じだったんですけど、準決勝から立て直すことができたんで、はい、で最終的には優勝できたんで本当に良かったです。いや、すごかった。確かにあの予選では延長戦でしたっけ？はい、そうですね、この東京に、はい、やっぱあの後のその何でしょうね、気持ちの立て直し方とかってやっぱあるんですか？いや、もうそうですね、まあ動画の見て反省したっていう感じですかね。あの、まあ、なんか誰かを責めるわけじゃなくて、みんなにこう悪いところがあったねっていう感じで、はい、反省してました。あの短い間にもうフィードバックをしてるわけですね、はい、チームとして。フィードバックして、はい、次に活かせるようにと思って、はい、やってました。ちなみにそういうなんかこう、わ今取られちゃったとかでメンタル面引きず一番引きずるメンバーってどなたですか？もうちょっと試合見てるとそういう風に見えないんですけど、小木選手にもちょっとお話聞いてみましょうか。試合中はもうその目の前のことに集中してるんで大丈夫なんですけど、はい、終わって負けて失点した自分のせいで負けたなっていう結果あの振り返る結果が出ると、もうだいぶあもっとこうすればよかったなっていうのを多分1週間近く生きる。いや正直本当に試合見てると全くそれを感じさせないですよね。試合中はもう目の前のことでいっぱいいっぱいなんで。じゃあちょっとこの決勝の時はプレッシャーなんかありました？そうですね、その特にわちゃわちゃピーポーさんとはかなり試合数もいっぱいこなしてて、もうお互いに相手のされたら嫌なこととか分かってる状態で試合をするので、なかなか難しいですね。でも本当にそんな感じには見えないですけど、素晴らしい立て直しでね、見事、ストレートで今回優勝になりました。それでは最後に、スプリングシーズンのマスターズカップ次回が最後になりますので、次回への意気込みを聞いて、終わりにしたいと思います。はい、今日は、まあ、予選で1個落としてしまったんで、まあ、次のマスターズカップではもう全勝優勝を目標に頑張りたいと思います。さあ全勝優勝宣言が出ました。次回のマスターズカップも楽しみにしています。本日は優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ本日のマスターズカップ優勝はアークエースの皆さんでした。さすが、おめでとう。はい、というわけで、いやあっという間に感じますね、本当に。いや早かったですね。そしてもう大会はシーズンも早いもので、次回のマスターズカップがスプリングシーズン最後となります。いや、もっと大会したいですね。やりたいですね。そしてその後グランドスラムスプリングカップを予定してますので、はい、今日ね初めて見たよって方も、今後ね見ていきたいよって方もぜひ来月も波動大注目です。さあというわけで本日は、第2ブロックから解説席にラレプロとCHのイスト選手に来ていただきました、はい、ありがとうございました。とてもやはりその選手目線の解説は非常に、はい、ためになると言いますか、はい、説得力があってとても頼もしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう次はもっと語彙力をつけて、はい、そしたらもう私のポジションなくなっちゃいますね、はい、解説もできて語彙力も。次はなんか文学的な解説をしようかなと思います。はい、文学的なイストさんにもイスト選手にも注目してください、はい、最後出しておきますか。あ、そうですね、あのニコバインミー、ヘルシーな、サンドイッチが、美味しく、お安い値段で、食べることができます。ニコバインミ、日本橋に、お店がございますので、ぜひ皆さん、足を運んでください。
よろしくお願いします。さあ、あとで私から MC の授業をしたいと思います。選手にはさあ、というわけで皆さん長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。来月のマスターズカップ、さあ今回はアークエースから全勝宣言が出ました、はい、さあそれを阻止するできるチームは出てくるのか。来月のマスターズカップシャープ25お楽しみに。本日の実況解説は、ハドクルの山部佳純と、ラリップドット CH のイーストでした。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。またねー。